人をその気にさせておいて。人生は短い。けど、夜は長い。寂しかったろ。一人にさせて悪かった。照れんなって。二時間じゃ足りないな。三時間。いや、深夜までだ。夜のレッスンの方が楽しいからな。くれない音やだ。よろしく。運命ってやつだな。よせ、俺のために争うな。二人同時に愛してやる。なかなかやるな。ちょっと待てよ。許せねえな。お前、音楽を何だと思ってるんだ。やめとけ、そんな安物。お前には似合わない。それに結婚なんてくだらない。女神は結婚なんてしない。そんなんで、惚れた女を守れるのか。さあ、行くぞ。いい天気だ。君を見てると心も晴れてくる。やっと見つけた、俺の女神。さあ行こう。いい天気だな。君を見てると心も晴れてくる。おお、運命の女か。よしよし、さあ行くぞ。俺の演奏は一曲10億ドルだ。釣りはいらねえ。さーて、どうしたものか。俺は気まぐれだからな。ああ、最高だ。女に殴られるのも、いっつ、悪くはない。気にするな、俺のおごりだ。で、どこにかけるんだ？そうか、オレンジか。下4桁が0108。応答や実にわかりやすい。ほら、留守番電話だ。わかっている。愛している。と言いたいんだろ。さあ、早く。奴はいるか？俺を殴ったあの男だ。この世に嫌いなものが二つある。糸こんにゃくと。俺に立てつく男だ。ふん、変なやつだな。まあいい、礼は言わんぜ。人間はな、みんなそれぞれ音楽を奏でているんだ。知らず知らずのうちに、心の中でな。俺はな、お前の中から聞こえてくる音楽が好きなんだよ。だろう、惚れただろう。それでいい。その方が燃える。待たせたな。わかっている。俺のこと、だろ。無理すんな。これでずっと一緒にいられる。俺がお前を守るんだ。俺のでかい心と、イエス！広い背中でな。俺だ。俺だ。わからなかったのか。よし。今度はわかりやすく。助けよう。さあ、こっちを見るんだ。今日も目が離せないぜ、くれない音や。コーヒーは、いらない！安心しろ。俺が守ってやる。俺は荒波を防ぐ防波堤のように役に立つ男だからな。決まってるだろ。愛のためだ。ユリ、俺にはわかる。お前はもうすぐ俺を愛するようになる。お前に捧げるぜ。このメロディ。俺の目を見ろ。これが嘘ついてる目に見えるか。ユリには指一本触れさせない。俺の命に変えてもな。お前、ヴァンガイアか。どうした？俺を襲わないのか？こいつには罪はない。やめろ！そいつらも人を襲わない！早く行け！早く！ずいぶん機嫌がいいな。そんなに俺といるのが嬉しいのか？なんだ、デートのお誘いならお断りだぜ。俺は今音楽の神、ミューズとデートをしているんだ。行く！今行く！違う。今日のお前は、お前じゃない。今日のお前は好きじゃない。幾多とやらを俺によこせ。ユリはあれを欲しがってる。どうしようもなく、
をユリにやってくれ。頼む。俺は全ての人間の女の味方だ。お前はバケモンなんだから、バケモンのメスと付き合ってろ。よー、子犬ちゃん。まさか本当に人間を食ってるとはな。お前もハンガイアと同じってことだな。ユリを食うつもりか。ふざけんな。俺のユリには手出しはさせない。なかなかいい着心地だ。快感。大したことねえな。さあ、かかってくるんだ。楽にしてやるぜ。おいおい、そんなもんか、子犬ちゃん。逃げ足の速いやつだ。しかしすげえな、こいつの力は。うわっ。おつやです。留守です。はい、どうぞ。結構きついな、こりゃ。バカ。俺の命に代えても、お前を倒す。癖になるぜ、この感覚。おいちゃ！まだまだ年齢するには早いぜ。パス！犬小屋に帰るんだ！おお、なるほど。俺のカルテか。で、なんて書いてある？いや、わかっている。病名は、恋の病だ。特効薬は、お前だ。なるほど。確かに危ないやつだ。ああ、いいだろう。ただし、一度だけだ。その悪信号野郎をぶっ潰したら、お前を倒す。そのことを忘れるな。すまない、ユリ。そこまでだ。悪いな。ゲームは終わりだ。いや、新しいゲームだ。俺がお前を倒す。ユリ！てめえ。行くぜ、狼。覚悟しな。ふざけたもん肩につけやがって。都会のコンクリートジャングルは乾ききっている。その乾きを、俺の演奏が癒す。俺が欲しいならいつでもくれてやる。さあ、俺をもて遊ぶんだ、ユリ。俺からの最後のレッスンだ。これからは本当にやりたいことだけをやるんだ。心の声に。耳を澄ませろ。心の声に。そうだな。あいつには勝てない。何度やっても勝てない。だから相手にしない。それに限る。そうだ。あんなつまらないものを盗むな。盗むんだったら俺のハートを盗め。さあ、盗め！お前の後ろには、いつも俺がいる。泣きたいなら泣けばいい。本当は、怖かったんだろう。それでいい。自分の弱さを分かれば、それでいいんだ。俺ももうすぐ誕生日なんだ。この天才紅大手屋がこの世に降臨した記念すべき日だ。おそらく将来は祝日となり、国民すべてがこの聖なる日を祝うことになるだろう。アーメン。ああ、そうだ。俺は素晴らしきオムライスの会名誉会長だからな。そういうことなら俺に任せろ。困った時の紅音や、いつでもどこでも紅音や、ヴィーナスでも一発で落ちる、とっておきのセリフを教えよう。やっと見つけた、俺の女神。やはり覚えていたか。まあ、当然だ。なんたって俺たちは、運命で結ばれているからな。細かいことは気にするな。運命の女は、腐るほどいる。だが、めちゃくちゃ運命なのは、お前だけだ。俺はすべての女性の小指と赤い糸で結ばれている。だが、すべての指が赤い糸で結ばれているのは、お前だけだ。俺のために作ったのか、まさに愛の告白だな。この俺に恐れをなして逃げたようだな。面白い。あんな女は初めてだ。もう一度お願いします！ユリ、おいおい、ここは天国か？俺は物持ちが悪い。すぐなくしたりするし、人にやったりする。だが、これだけは、一生大事にする。俺を信じろ。奇跡を起こしてやる。愛の奇跡だ。
一度目偶然、二度奇跡、三度目必然、四運命。そう、まさに運命。と言いたいところだが、すまんな。俺の運命の女はもう決まってるんだ。いい女は狙われるもんだ。ま、心配するな。俺が守ってやる。お前がお姫様なら、俺が城だ。わからない。何も。お前、誰なんだ？いや、俺は、誰なんだ？一つだけ、覚えていることがある。俺には愛する女がいた。ユリ。運命の女を忘れるわけないだろ。ユリ。言ったろ。愛の奇跡を起こしてやるって。命の恩人がまだまだ助けに来てやったぜ。じゃあな。お前何者だ？なぜ戦を知ってる？何してんだ坊や。もしかしてあの女に惚れたのか？図星ってやつか。本気で殴り合えば多分お前の方が強い。だがお前は俺には勝てない。なんでだ？お前には遊び心がない。心の余裕がない。張り詰めちゃいとは、すぐ切れる。そういうことだ。わかるさ。試しに女に惚れてみろ。そうすれば人の気持ちがわかるようになる。お前はもっと強くなる。これが愛の力だ。くらえ、正義の鉄拳！痛い、はい、痛いです。逆から読んでも痛い。なんだ、やきもちか？ふん、かわいいやつめ。待ってくださいよ。化け物のことは化け物同士で解決してくれ。さらばだ、ユリ！ユリのためか。まあいいだろう。ただし、一つだけ条件がある。このことはユリには内緒だ。ド派手に行くぜ、お前ら！この暴れん坊は長時間使うとそういうことになる。紅先生が子猫ちゃんのためにお手本を見せてやる。ユリ！とどめはお前が刺せ。よくやったユリ、さすが俺の女だ。なあ、子犬ちゃん。じゃ、祝福のキスをしよう。おそらく、これは今世紀最高のバイオリンになるだろう。お前にはわからないだろうが、マヤは俺にとって必要だ。たとえファンガイアであってもな。ああ、知ってる。だがそれとこれとでは話が別だ。今の俺はユリには理解できない場所にいる。話は終わりだ。人間はみんな心に音楽を奏でている。俺はその音楽を守りたい。ブラッディ・ローズ。このバイオリンの名だ。世話になったな。だが俺には運命の女がいる。お前に会うのもこれで最後だ。弾いてやろう。お前のために作った曲をな。ユリ！お前何してんだ？大事な用があるからって言うから来てみれば、どういう風の吹き回しだ？何泣いてんだ？なんだお前？一体何なんだ今日は次から次へと。言っとくがな、俺はそっちの趣味はないんだ。帰って！たまにはいいもんだな。こうやって男同士風呂に入るのもな。こうして裸の付き合いをすることによって熱い友情が生まれるんだ。わかるか、チロ。よし、交代だ。次は俺が。どうした？マヤ！ユリはどうした？ああ、よーくな。そしてもう一つ。分かったことがある。俺はマヤに惚れている。人間だのファンガイアだのそんなこと関係ない。大切なのは魂だ。マヤは俺の音楽、魂を理解した。俺もマヤの魂の音楽を聴いた。貴様、クソ、話せよ。なあ、俺を誰だと思ってんだよ。千年に一人の天才なんだよ。人類の宝なんだよ。
一度だけバイオリンを弾かせてくれ。クイーンが愛した曲だ。逃がさねえよ。まさかユリが助けに来てくれるとはな。ここんとこ冷たかったし。でもやっぱり最後は愛の力か。今日は明るいな。なんかいいことでもあったのか。マヤ、覚悟はできているか。俺と一緒に生きていく覚悟は。いやー、久しぶりだな、渡る。こうして親子水入らずで風呂に入るのもな。しかし未来から来るのも大変だったろう。渡る、いくら息子でも俺の自由を束縛することは許さん。俺の人生は俺が決める。お説教の時間だ。息子に手を挙げていいのは親父だけだ。行くぞ渡る。とっとと北極に帰れ。南極でもよかったんだがな。どうした、止めるんじゃなかったのか。口ほどにもない。じゃあお大丈夫か渡る。悪いが俺は今からマヤに会いに行く。デートの約束に遅刻するような男は空き缶ほどの価値もないからな。じゃあな。渡る、後ろを向け。いいから。渡る、お前は間違ってる。よって。お尻ペンペンだーペンペンだーそんな息子に育てた覚えはなーい。じゃあな。ふざけんな。お前に俺の自由を奪う資格はない。要するに、お前の出番はないということだ。タイガは俺が助ける。ジローたちも。マヤ、俺と一緒に生きていく覚悟があると言ったろ。俺にも覚悟はある。愛する者のために、命を懸ける覚悟。マヤ、俺の命を受け取ってくれないのか。そんな弱い女だったか。渡る、お前、まだ自分が消えればいいと思ってんのか。ミオちゃんって言ったな。彼女を生かすためには、お前が強く生きるしかない。人は前に進むもんだ。悲しみを飲み込み、大きくなった時、彼女はそこにいる。うわ、誰？ここは、俺に任せろ！このパッケ野郎！まだ終わりじゃない。俺には、これがある。大丈夫だ。よくやったな、渡る。どうやら、お別れのようだな。そうだ、心配すんな。俺は死なない。これからの人生を楽しむさ。お前は、俺がブラッディーローズに込めた祈りを聞いたんじゃないのか。わかってるじゃないか。それでいい。甘えるな。それは自分で考えろ。渡る。息子の前で、かっこ悪い姿を見せられるか。渡る。人の中に流れる音楽を守れ。美しいものを守れ。行け。戦え。渡る。犬嫌いは治ったのか。元気そうだな。俺と別れて泣いてると思ったんだが。お前に一つ聞きたいことがあってな。前に俺に作ってくれたオムライスのレシピ。それが知りたくて。そうか、毒か。わかった。ユリ、お前に会えて本当に良かったと思ってる。お前は笑顔が一番よく似合ってる。ほら、早く帰るんだ。濡れたままじゃ風邪ひくぞ。もうすぐ、雨は止む。それしかないな。お前ら散々悪さを働いたんだ。たまにはいいことをしたらどうだ。お前らには山ほどの貸しがある。いつか返してくれ。いずれ俺には息子が生まれる。そいつは、悩み多き人生を送るだろう。その時、助けてやってほしい。頼んだぞ、ジロー。
仕上げとして最後に愛情を注ぎ込むんだが、俺の愛情といえば、聞こえるか？俺の音楽が。そうだ。それでいい。それが俺の本当の音楽だ。渡る。諦めるな。お前の中には、俺がいる。俺たちは一つだ。それはこっちのセリフだ。ボクちゃん、どこの子だい？ああ、そうだ。俺は誘拐犯だ。今からお前を誘拐する。愛の逃避行だ。ああ、するがいい。お前の愛で俺を縛れ！さあ、縛れ！おい、これ出せ！俺は無実だ。犯人はここにいる気色悪いガキだ。こいつは死刑にしても構わんから、俺をここから出すんだ。まだ言うか。俺に息子はいない。何度も言わせんな。遅いぞ、ユリ。助けに来るならもう少し早く来い。まあ、見てな。これで終わりだ。愛しの我が息子が困っているんだ。当然だ。ああ、もちろんだ、我が息子よ。この体に天才である俺の血が流れているのか。そうか。で、名前は？素晴らしい名前だ。さすが俺。やはり、伝説となったか、俺は。あれが息子の力か。やるじゃないか、息子よ。俺がお前に会うのも、これが最後かもしれん。だから言っておく。お前の母親はな、バイオリンを弾くことで傷ついた人の心を癒そうとしてたんだ。そんな母さんのあったかい気持ちが、お前にはわからないか。弾いてやろう。お前の母親の曲を、お前の母親と同じ演奏でな。ここでお別れだ。お前は残れ。俺が行く。父としてな。てめえ、俺の息子に何をした！やめろ、渡る！息子であるお前に殺されるなら、この命、惜しくない。だが、今のお前は渡るじゃない。せめて、せめて、渡るに戻ってから俺を殺せ！なんか、親子っぽいな、こういうの。ああ、任せとけ。お別れだ、渡る。自分らしく生きろ、渡る。変身！